南口改札口ホーム、梅ヶ丘駅は、東京都世田谷区梅ヶ丘一丁目にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は、O09。駅名の由来については、梅ヶ丘を参照。高架化については、小田急小田原線を参照。相対式ホーム2面4線を有する高架駅である。2018年3月3日以降は、代々木上原駅から、 上戸り駅構内まで複々線化されている。2018年3月3日には、代々木上原駅から東北沢駅までが改めて複々線化され、東北沢駅から東駅までも複々線化された。東駅のホーム自体は東駅、北見駅間の複々線化完成時から重量編成対応で完成しているが、同年3月2日までは、 世田谷大田駅寄りの二両分橋の長さが、急行線と観光線が分岐、合流する分岐器や信号機と重なっていたため使用されていなかった。そのため、豪徳寺駅寄りに幅の狭い仮設ホームを設置し、仮設ホームを含めた実質的なホーム有効調としては8両分対応となっていた。同年3月3日以降から3月17日の、 ダイヤ改正までには分岐器及び仮設ホームは撤去された。2018年3月2日までは複々線区間の東端だったため、上りの各駅停車が優等列車に追い抜かれるための時間調整をすることがあったが、2018年3月3日に代々木上原まで複々線が延長となり東、北沢駅に変更となった。 それまで上り線は当駅から終点の新宿駅まで退避設備がないため、当駅を発車した上り電車は新宿駅まで必ず先着していた。下りの東北沢上り都間、上りの向こうが丘遊園東、北沢間の急行線、観光線は原則として以下の通り使い分けられている。2013年度の鉄道事業設備投資計画において、 行き先案内表示機の設置が起とされ、2014年1月頃に設置された。駅自動放送については、主要駅と同様のものが使用されている。2020年度の1日平均上行人員は19,535人であり、小田急線全70駅中41位。近年の1日平均上行、乗車人員の推移は、下表の通りである。当駅は、 はねぎ公園の最寄り駅で、梅のシーズンには、完売客で賑わう。また、国士館大学世田谷キャンパス及び国士館、中学校、高等学校の小田急での最寄り駅でもあり、通学生の利用が多い。北口は、テレビドラマのロケーション撮影などに使われることがある。北口名物のケヤは、駅前バスロータリーの整備により2005年2月28日、一部、伐採された。 最寄りのバス停留所は、梅ヶ丘駅北口である。東急バスと、小田急バス若林営業所の路線バスの運行を委託している小田急シティバス、世田谷営業所により運行される以下の路線が発着する。ありがとうございます。